せるわけないよね。よく嫌うよ。ボルボエーね、本気で使ったらただただ嫌なだけだから。本気でボルボエ使う人のもう精神が信じられない。なんか生まれてこの方は人の嫌がらせするものしか考えてないんじゃないかな。いや、もう分かんだけどさ、一時期勝てたというか、戦おうと思ったけど、どうしたらなんだ。何をやるかって結局 S しかなかったから、あ、ダメだ。なんか本当、いつものボタンを押すだけのキャラってどうなの。でも発生ポイントが少なくてな、最後の発生ポイントが増えればいい。あったらたまらんけど、セリキャンとかがあったら弾けセリキャンとか、めっちゃ仕掛けだよ。セリキャンするためにゲージ2本も使ったら、これはゲージだけよ。弾けセリキャンとか投げる。何やな、てめえやる気か？ Make up mind. Fight. ホコジョバニラは意外とホコジョがいけるっていう設定。やっぱホコジョはスタントオンを多めにするキャラにはやりやすいところがあるから。バニラはスタンドオンが多いから、いや、やりやすいっちゃやりやすい。まあ、かといって本体モードにされたら何もすることがないから、バニラがダメージを取ろうとしなければ本当に何も起きない体験が。遅い、遅い。セーフ SPC からの中断は大体バジーガードで何でもなるんです。まあ下上下っていう形だから大体バジーガードで、そもそも中段は重ねるという感じではないから、あ、Make up mind. Fly. Come on.
Come on!
오버드라이브! 거치나요? 다운! 메이커 와인드! 파이! 거치나요?
ジャディオはね、ここでも飛び落とせないよね。ジャディオの攻め返すのつらい。一回投げられたらカリスマ確定だし、おお、猛烈なぶっぱしいだわ。何だったのか、完全に着地してから何か出してた。Make up mine. Why?その2択、銃弾が半壁だから成り立たないね。これは
Fight!
Let's go.